日本維新の会の石原代表は橋本代表の従軍慰安婦問題が党に対する逆風を招いているとして大迷惑だと批判したその上でこのような事態について仲間に謝るべきと橋本代表に対して党内への釈明を求めたしっかり石原代表と考え方の違いとか僕の考えまたしっかり話をしますのでね。 今はもう選挙中ですから、まあ敵は外にありますから。ただ橋本代表は23日に投開票される東京都議会選挙の結果次第で党内から求められれば代表を辞任する考えを示した。こんだけ言い続けてあのー、まあ逆風が吹いてることは今間違いないですけども、まあそれでメンバーの方が。 もうやめろっていう話になればそれは僕は代表のポジションにい続けるわけにはいかないですからね。